静岡県校長広報課発行声の県民だより令和2年2020年9月号をお届けします声の県民だよりをお聞きの皆様いかがお過ごしですかそれでは今回の内容をご紹介してまいりましょう1番今月号の表紙2番理想郷静岡9月1日は防災の日3番 リニア中央新幹線静岡航空にかかる動き4番新型コロナウイルス感染症について5番実学で切り開く静岡県の未来6番富士の国生き生きライフ7番大い富士ピー8番地産地消レシピ9番今月のプレゼント10番みんなの広場11番 お役立ち情報12番静岡県視覚障害者情報支援センター新館案内13番情報広場以上の順にご案内してまいりますこの声の県民だよりの内容に関するお問い合わせは電話054-221-2231番へどうぞそれでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください はじめは今月号の表紙です。静岡県民だより9月号の表紙には、農業実習に励む学生たちの様子が掲載されています。農林業の革新に若い力を、県立農林環境専門職大学、同短期大学部、岩田市、今年4月に開学した県立農林環境専門職大学、同短期大学部、知識や理論に加えて、 豊富な実習による実践的な技術の習得で、農林業の未来と地域社会を支える人材を育成しています。お問い合わせ、県立農林環境専門職大学学生課、電話053831-7905番、ファックス053834-4445番です。国勢調査2020、皆様の生活を支える大切な調査です。 令和2年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人、世帯が対象です。インターネットでの回答がおすすめです。インターネット、回答は9月14日月曜日から。調査員が調査書類を順次配布します。郵送、一部地域を除く10月1日木曜日から。簡単、安心、安全、エコ効率の観点から、できる限りインターネットでの回答をお願いします。 お問い合わせは県統計調査課。電話054-221-2995番。ファックス零0 5 4 2 2 1 3 6 0 9番です。インターネット版県民だよりのご案内。パソコンでは静岡県民だよりで検索してください。音声でも聞けます。また、静岡県民だより9月号1面の右下にある QR コードからもアクセスできます。 携帯電話用とスマートフォン用の2つのコードがあります。令和2年8月1日現在の県の推計人口をお伝えします。総数362万2761人、うち男性は178万6780人、女性は183万5981人です。以上、今月号の表紙でした。 次は、理想郷静岡、知る、備える、行動する。9月1日は防災の日と題してお伝えします。水害が多発する、大規模地震が想定されるなど、本県は災害と常に向き合わなければならない地域、事前の備えが大切な命を守ります。県地震防災センターで知る。開館から30年以上の間、地震災害について啓発してきた県地震防災センターが、 今年6月にリニューアルオープン。地震、津波に加え、豪雨災害や火山災害に関するゾーンを新設しました。本県は降水量が多く、大雨に伴う水害や土砂災害が繰り返し発生しています。そこに暮らす私たちにとって身近な災害をより詳しく学べるようになりました。新設された風水害ゾーンでは、河川災害や土砂災害が発生する仕組みや、台風への事前の備え、 風水害から命を守る行動について、解説パネルやモニター映像を通して学ぶことができます。また、お住まいの地域のハザードマップを確認できます。以上、県地震防災センターインストラクター、もちづきさえさんのお話でした。県地震防災センター、静岡市青池駒形通り5丁目9番1号、見学は無料です。開館日時。 年末年始を除く火曜日から日曜日、午前9時から午後4時。アクセス。車の場合、東名高速道路静岡インターチェンジからおよそ15分。バスの場合、JR 静岡駅から静鉄ジャストラインバス、中部国道線乗車、およそ15分。本通り10丁目、下車、徒歩、およそ5分です。 新型コロナウイルス感染症対策のため、現在、見学は電話での予約が必要です。お問い合わせ、県地震防災センター、電話054-251-7100番、FAX054-251-7300 番です。避難行動を確認して、備える、行動する。災害はいつやってくるかわかりません。ハザードマップで災害の危険性や避難経路を確認し、 災害時に速やかな避難ができるよう備えましょう。避難行動判定フロー。土砂災害、浸水害、洪水。アプリでチェック。ハザードマップで自宅周辺の災害危険性を確認。災害の危険性が高い地域にある場合、原則として自宅外への避難が必要。家族の中に避難に時間がかかる人がいる場合、警戒レベル3。避難準備、高齢者等避難開始が出たら避難。 家族の中に避難に時間がかかる人がいない場合、警戒レベル4、避難勧告、避難指示が出たら避難。日頃から考えておきましょう。新型コロナウイルス感染症対策で密を避けるため、できれば避難所ではなく、安全な親戚、知人宅に避難しましょう。避難所に避難する場合は、密を避けるようにしましょう。防災アプリ、静岡県防災。 情報収集や避難のトレーニングにとっても便利。防災情報、気象情報、避難情報など、ハザードマップ、土砂災害、地震、洪水、津波、液状化、火山、避難所、避難場所、全国対応、避難トレーニング、経路、時間計測、地域のリスクを確認、防災訓練にも活用ハザードマップと避難所を同時に確認できます。 備蓄品にも感染症対策を。新型コロナウイルス感染症対策として、懐中電灯や食料など、いつもの備蓄品に加え、次のものを準備しておきましょう。マスク、消毒液、体温計など、避難生活に必要なものは各自用意するのが基本です。我が家では何が必要か、ご家族で話し合ってみてください。以上、県地震防災センターインストラクター、杉原光さんのお話でした。 お問い合わせは県危機情報課。電話054-221-2644番。FAX054-221-3252 番です。南海トラフ地震臨時情報。巨大地震警戒の発表に備える。行動する。南海トラフ地震想定震源域の西側で大規模地震。 マグニチュード8以上があった場合、県内の揺れはそれほど大きくなかったとしても、時間差で大規模地震が起こる可能性があります。1週間程度は普段以上に警戒するよう、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒が発表されます。発表された時にはどうすればいい大規模地震発生後の避難では、津波から逃げ切れない人は1週間の事前避難が必要。誰が どこに避難すればいいこれから各地域で検討が必要です。1週間の事前避難についてみんなで考えましょう。津波避難タワーに1週間避難するのは無理です。南海トラフ地震の想定震源域、西側で大規模地震があると、東側でも時間差で地震があるかもしれません。お問い合わせ、県危機政策課、電話054-221-3731番、 ファックス054-221-3252番です。避難時に支援が必要な方へ、個別支援計画の作成にご協力ください。災害が発生した時に、避難の支援が必要な方、避難行動要支援者が迅速に避難するためには、支援する方や避難先などを事前に決めておくことが必要です。これを個別支援計画と言います。作成のためには、避難行動要支援者が、 自分の情報を支援する方へ提供することに同意していただくことが必要です。同意の確認は各市町が郵送や個別訪問などにより行っています。いざという時にスムーズな避難支援を受けるため、情報提供にご協力をお願いします。個人情報は適切に管理されます。避難行動要支援者とは、 高齢者、障害のある方、外国人、乳幼児、妊娠中の方など、災害時に自力での避難が困難な方です。お問い合わせ、県健康福祉政策課、電話054-221-2363番、FAX054-221-3264 番です。理想郷静岡、9月1日は防災の日と題してお伝えしました。 続いて、リニア中央新幹線静岡航空にかかる動きをお伝えします。有識者会議などの動き、国交省の有識者会議や県の専門部会、地質構造、水資源、生物多様性の合同会議が開催されました。第4回有識者会議、7月16日、会議では、いろいろなデータが出る前に何か結論をめいたことを言うのはいかがなものかといった慎重な意見も出ましたが、 その後の会見で座長から何が決まったということではないが方向性が少し見えてきた旨の発言がありました。JR 東海から南アルプス国立公園の特別保護地区及び特別地域内の地下水位が300メートル以上低下するとの水収支解析の資料が示されました。墨地盤県民だよりには JR 東海の解析結果、 JR 東海資料に規制区域の範囲を過筆した図が掲載されています。なお、南アルプス国立公園、規制区域の中の特別保護地区とは、公園の中で特に優れた自然景観、原始的状態を保持している地区を言います。特別地域とは、公園の風知を維持するための地域を言います。専門部会合同会議7月31日、 国交省の有識者会議の状況について意見交換を行いました。有識者会議に出席した委員から、有識者会議は今後も議論すべきことがあり、まとめに入る段階ではないとの報告がされました。JR 東海の水収支解析は、主に上流部を対象としており、中下流域の影響を検証するためには不十分であるとの意見が出されました。地下水位が300メートル下がることに対し、 生態系への影響が懸念される。環境影響評価の段階では説明が一切なかった。とんでもないことである。などの意見が出されました。国交省、環境省への意見書の提出。有識者会議における JR 東海の資料について、国交省に対し、今後の有識者会議の議論を円滑に進めるため、県の考えを伝えました。 また、環境省に対し、環境影響評価の手続きの中で示されなかった環境への影響について意見を求めました。国交省への意見、用紙、8月13日、はじめに、工事によってどのような現象が起きる可能性、リスクがあるのか、そのようなリスクが発生する、または発生させないことをどういう方法で検証しているのかが納得でき、腑に落ちれば、人は次なる行動に進むことができる。 解析の目的は因果関係を明らかにし、どういう条件のもと何をすれば何が起きるのかを推定することである。その推定のための解析モデルの計算条件や適用範囲、限界を説明することなく、水収支解析によれば現象はこうなると予測できると主張し続けることが JR 東海が県民などに対し信頼が得られないことの根底である。 JR 東海が水収支解析モデルの精度に固執することによって長い時間が費やされてきた。このような経緯があるため、水収支解析を論拠とする JR 東海の姿勢を改めていただきたく、JR 東海の水収支解析の問題点などを指摘する。内容。1。大井川水資源利用への影響回避。提言に向けた取り組み、素案。リスクの認識について、 項目を設けて整理をした上で対応方針に進むべきである。2、水収支解析。JR 東海の水収支解析モデルは、概略の全体計画レベルで用いられるもので、入力データの精度も低く、本来、下流側への地下水などの影響を詳細に解析できるものではない。この精度のままで下流側への影響の有無を説明されても、地域住民の理解は得られない。 3. 地下水位の大幅低下による生物多様性への影響仮に JR 東海の予測結果の通り地下水位が300メートル以上低下するような場合は南アルプスの生物多様性に対して大きな影響を与える十分な検証が必要である環境省への意見、要旨8月13日地下水位が300メートル以上低下することについて 影響範囲は南アルプス国立公園の特別保護地区などに及ぶことから、同地区の風地景観や希少な野生動植物に影響を与えることが懸念される。本問題についての環境省の取扱い方針を伺いたい。以上、今回ご紹介したのは令和2年8月21日現在の情報です。 県民だよりでは、リニア中央新幹線整備に関する県の対応などを連載でお伝えします。詳細は、静岡県、リニア、環境への影響で検索してください。お問い合わせ、県環境政策課、電話054-221-3504番、ファックス054-221-2940番です。以上、リニア中央新幹線静岡航区にかかる動きをお伝えしました。 変わりまして、新型コロナウイルス感染症についてお伝えします。物についたウイルス対策。感染予防に取り組んでいる中、除菌、消毒の方法を知りたいというお問い合わせが多く寄せられています。消毒したいものに合わせて、正しい方法で除菌、消毒をしましょう。熱水、食器などに有効。方法、80度の熱水に10分間さらす。 アルコール、濃度70%から95%のエタノール、テーブルやドアノブなどに有効。方法、濃度70%から95%のエタノールで拭く。塩素系漂白剤、次亜塩素酸ナトリウム、テーブルやドアノブなどに有効。方法、1、濃度0.05%に薄めた塩素系漂白剤で拭く。2、水拭きする。洗剤、 海面活性剤。テーブルやドアノブなどに有効。方法。1、有効な海面活性剤が含まれている家庭用洗剤を選ぶ。2、家具用洗剤は製品記載の使用方法に従う。台所用洗剤は薄めて使用する。有効な洗剤や使い方はナイトウェブサイトで公開しています。次亜塩素酸水。 一定濃度の次亜塩素酸水を正しい方法で使用することで、新型コロナウイルスの感染力を一定程度弱らせることが確認されています。お問い合わせ、県疾病対策課、電話054-221-2986番、FAX054-251-7188 番です。以上、新型コロナウイルス感染症についてお伝えしました。 今度は実学で切り開く静岡県の未来と題してお伝えします。県は現場のプロフェッショナルとして活躍する人材を育成する実学教育を推進しています。今回は来年4月の開校に向けて学生の募集が始まる県立高科短期大学校と職業につながる実践的な教育を行う県内高校の取り組みを紹介します。令和3年4月開校。 静岡県立高科短期大学校。愛称スコット。静岡カレッジオブテクノロジー。技術の新世紀を開く実学の府。グローバル化や科学技術の進展による大きな変化に対応できる人材を育成するため、清水技術専門校と沼津技術専門校の教育内容を高度化し、新たな短期大学校を開校します。基本理念。 現場に立って自ら考え行動できる人材を育成。スコットの特色。現場に立って自ら考え行動できる生産現場のリーダーを育成。五軸加工機。産業用ロボットなど最先端の機器による実習。先端技術や知識だけでなく少人数教育で確実に技能を習得。誰もが学ぶことができる全国一安い授業料。 年額23万4600円。全国の職業能力開発短期大学校との比較、平均およそ38万円。基礎から学ぶことができる普通高校出身者でも安心のカリキュラム。就職に役立つ現場の求める多様な資格を取得、就職率100%。清水沼津技術専門校の実績。こんな資格を取得できます。 電気主任技術者、電気技術家。工場やビルなどの電気設備に関する工事、保守、運用などの保安監督者になるために必要な資格。ネットワークスペシャリスト、情報技術家。ネットワーク情報システムの企画、開発、運用、保守を行う技術者になるために必要な資格。これはほんの一例です。この他にもたくさんの資格が取れます。 学生への期待のメッセージ。現場主義の大切さを身につけ、現場力の基礎を習得し、やがては会社経営の中核的リーダーとして活躍されることを期待しています。一般社団法人、富士の国づくり支援センター理事長、公益財団法人、産業雇用安定センター会長、矢野博則さんからのメッセージでした。静岡キャンパス、静岡市清水区楠の木160、 機械制御技術科定員30人電気技術科定員20人建築設備科定員20人沼津キャンパス沼津市大岡4044-24機械生産技術科定員20人電子情報技術科定員20人情報技術科定員20人募集日程試験科目をご案内します 区分ごとに出願受付期間、試験日の順にお伝えします。高等学校長推薦入学試験第1次、出願受付期間9月2日水曜日から16日水曜日、試験日9月27日日曜日。高等学校長推薦入学試験第2次、出願受付期間10月7日水曜日から21日水曜日、試験日11月1日日曜日。 高等学校長推薦入学試験第3次。事業主推薦入学試験第3次。一般入学試験第3次。いずれも、出願受付期間11月25日水曜日から12月9日水曜日。試験日12月20日日曜日。一般入学試験第4次。出願受付期間令和3年1月19日火曜日から2月3日水曜日。 試験日、令和3年2月14日日曜日。以上、ご案内した試験、いずれも試験科目は数学1、面接。試験会場、県立清水技術専門校、静岡市清水区楠の木160。詳細は必ず募集要項にてご確認ください。こちらでも新たな学びが始まります。浜松技術専門校、テクノカレッジには、 設備技術科定員10人を新設します。お問い合わせ、県職業能力開発課電話054-221-2821番、FAX054-271-1979 番です。実学で技芸を磨く、高校生も頑張っています。ものづくり県静岡の将来を担う。実学系公立高校、全41校の中からピックアップして紹介します。 農業、浜松湖北高校、ギャップ認証取得の取り組み、昨年10月に学内で栽培している成果物、みかんで J ギャップ認証を受けました。作業者の安全や食品衛生の管理、土壌や水質の検査、作業工程の記録など、生徒が主体となって行っています。なお、ギャップ、グッドアグリカルチュラルプラクティス 農業生産工程管理とは、農業における食品安全、環境保全、労働安全などの生産工程について適正に管理するシステム。ギャップの実行を第三者機関が認証することをギャップ認証といい、そのうち一般財団法人、日本ギャップ協会によるものを j ギャップと言います。 ギャップの導入により、経営の改善効果や消費者などに対する信頼の確保が期待されます。工業、掛川工業高校、産学館によるオリーブオイル作輸器製作共同プロジェクト、オリーブを地産化するために、生徒が掛川市内でオリーブの栽培や加工、マーケティングに携わる方々への情報提供を行います。 作輸機能製作企業からノウハウを学ぶなど実践的に活動しています。福祉、岩田北高校、特別支援学校との交流学習、同じ敷地内にある袋井特別支援学校、岩田見つけ文校と交流学習を行っています。作業学習、企業からの委託作業で互いに教え合い、学び合う中で生徒相互の理解を深めています。 商業、伊藤商業高校、高校生ビジネスプラングランプリ、地域の企業、行政と連携して、地域活性化につながる取り組みをしています。全国で唯一、日本政策金融高校主催の、高校生ビジネスプラングランプリで、ベスト100に5年連続複数のプランが入賞しています。家庭、御殿場高校、 近隣小学校での自作環境絵本読み聞かせ。生活創造デザイン科では、衣食住保育、デザインなどの分野を総合的に学びます。授業で御殿場の環境問題について学び、絵本に仕上げ、近隣の小学校を訪問して読み聞かせを行っています。このほか水産、芸術、総合学科の分野でも多くの高校生が技芸を磨いています。 今年はオンライン、富士の国実学チャレンジフェスタ、11月2日月曜日公開、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度は Web で開催します。11月2日月曜日から特設サイトを開設し、実学を学ぶ県内公立高校などの取り組みを動画で紹介します。詳細については決まり次第、県教育委員会ホームページなどでお知らせします。 お問い合わせ、県高校教育課、電話054-221-3656番、ファックス零0 5 4 2 5 1 8 6 8 5番です。以上、実学で切り開く静岡県の未来と題してお伝えしました。次は、富士の国生き生きライフのコーナーです。 今回は、きれいな水を守るための装置。昨年12月、静岡北高科学部の小川福士さん、三室祐樹さん、相原セレナさんによる共同研究が、高校生を対象とした科学技術コンテスト、第17回高校生科学技術チャレンジで上位賞の JFE スチール賞を受賞し、注目を集めた。100人以上の部員を有する同部は、 物理や科学、生物など分野ごとに班を分け、様々なテーマで研究を行っており、3人が所属しているのが水質班だ。北高の理数科では、近隣を流れる友江川の水質調査を20年近く行い、延べ2000人以上の生徒が調査してきたデータを代々引き継いできた。水質班はそのベースを活かし、 今回の受賞以外にも水や環境に関する研究テーマで高い成果を残している。3人は故障の水質悪化につながる不栄養化を防ぐために電気分解で原因物質を除去できる装置を開発。コンテストでは主な原因物質となるリン酸イオンと硝酸イオンを同時に除去できること。省エネルギーであること。 鉄廃材など身近な素材を活用していることなどが評価された。同研究は今年7月に文部科学大臣特別賞も受賞している。研究は小川さんと三室さんが理論を考え、主に相原さんが装置作りを担当。失敗の連続で100個近い試作機を作りました。と相原さん。1年近く試行錯誤を繰り返すうちに3人の絆は深まり、 研究発表時にはそのチームワークも評価につながったそうだ。受賞後に特許も出願しているこの装置。シンプルな構造のため将来的には途上国での運用にも期待が持てるという。学びの場という泉から湧き出た小さな支流がやがて大河となる。ここで生き生きメッセージです。学校法人静岡理工科大学静岡北高等学校科学部 三年生、相原セレナさん。私にとって科学は苦手だけど大好きなもの。将来は科学の専門家と一般社会をつなぐサイエンスコミュニケーターになりたいです。学校法人、静岡理工科大学、静岡北高等学校科学部、三年生、小川福士さん。研究は苦労も多いですが、理論を実証できたり、発表で理解を得た瞬間が嬉しいです。 人のためになるような研究をしていきたいです。学校法人静岡理工科大学、静岡北高等学校科学部3年生、三室祐希さん。温暖で住みやすく自然が豊富な静岡県が大好きです。研究では科学式や理論を考えました。1年生の時に行った友枝川の水質調査が印象に残っています。以上、いきいきメッセージでした。 富士の国、生き生きライフのコーナーでした。続いて、大井富士ッピーです。静岡県民だより八面には、ノリノリ作の漫画、大井富士ッピーが掲載されています。一コマ目、ズラバーが富士ッピーに、秋のお彼岸のおはぎをすめる。横では、ズラじいが両手におはぎを持って食べている。ズラバー、 おはぎを食べずらじい。うまいぞむしゃむしゃ。二コマ目。ずらじい。<laughs> ずらじいがおはぎを喉に詰まらせる。三コマ目。ずらばあ。だから、チートラッツ食べるさよ。ずらばあがずらじいにお茶を飲ませる。四コマ目。場面が変わってずらじい、ずらばあの家からの帰り道。 フジッピーが歌を歌いながら歩いている。フジッピー。チートラッツ、チートラッツ。5個豆。フジッピーの家の前ではママが待ち構えている。ママ。フジッピー。宿題まだ終わってないでしょ ?6 個豆。フジッピー。いいの。チートラッツやるの。チートラッツなの。あっけに取られるママ。なお、チートラッツとは少しずつ。 という意味です。ところで、種類は240以上。フジッピーのイラスト使ってね。パンフレットやパッケージにも、イラストいっぱい、墨字版県民だよりの多いフジッピーの下に QR コードが掲載されています。詳しくは、県、校長、広報課へお問い合わせください。電話054-221-2233番、FAX054-254-4032 番です。 以上、大井フジッピーでした。変わりまして、富士の国食の都づくり仕事人、地産地消レシピのコーナーです。今回は、西品のマイカ卵。西伊豆の西品港で水揚げされる西品のマイカは、肉厚なスルメイカで、締めたてはコリコリの食感。一晩寝かせれば、濃厚な旨味が楽しめます。この食材を、 伊豆市、落合郎の小沢武さんに料理していただきました。静岡食セレクション、2品のマイカ。時期は6月から10月です。それでは、2品のマイカ卵、2人前の材料をご案内します。2品のマイカ1杯、銅、皮を剥く、肝、ゲソに切り分けておきます。生湯葉 60g、調味料 A として、 かつおだし 120cc、みりん 60cc、濃い口醤油 30cc、これらを合わせておきます。みりん 25cc、卵5個、卵黄5個、卵白2個、サラダ油 25cc、塩1つまみ、大葉4枚、刻んでおきます。以上です。作り方です。所要時間はおよそ50分です。1、生湯葉を細かく刻んだら鍋に入れ、 そこに A を 40cc 入れます。中火で熱し、沸騰する直前で火を止めます。2、別の鍋で 1cm 角に切ったイカの銅と残りの A を中火でひに煮立ちさせ、常温に冷まします。3、ゲソを細かく刻み、肝、みりん、卵黄3個と一緒にミキサーにかけます。滑らかになってきたら、サラダ油を3、4回に分けて加えながら、さらに混ぜます。 最後に、塩を一つまみ。4. 卵白。卵2個分を角が立つまで泡立て、メレンゲを作ります。5.3で混ぜたものと、4のメレンゲ、大葉を軽く混ぜ合わせます。3が二、4が1の割合になるように混ぜ合わせます。6.2つの耐熱容器に、それぞれ1の湯葉。つゆは軽く切る。2のイカ。つゆは軽く切る。 卵黄1個ずつの順に入れたら、その上に5で混ぜ合わせたものを蓋をするように乗せます。7、6を145度に熱したオーブンで10分間焼いたら出来上がりです。ここでポイントをご紹介します。作り方3のポイント。肝がなくても美味しくできます。作り方7のポイント。ご飯と一緒に食べると20丸。以上です。1人分の栄養価をご紹介します。 エネルギー4 5 1キロカロリータンパク質2 9 1グラム脂質2 9 3グラム食塩相当量2 0グラムイカの肝は含みません。以上、栄養価計算は、県かも健康福祉センター健康増進課です。おしまいは仕事認証会です。小沢武さん。熱海市出身で、実家は干物店。日本料理の道へ進んだ後は、伊東市、防水や 熱海市の古屋旅館、カンの宿などで修行を重ね、2013年より老舗旅館、落合楼村上、現落合楼の料理長を務める。2014年に全国日本料理技能士会連合会会長賞を受賞している。落合楼、所在地は伊豆市湯ヶ島1887の1。 電話055885-0014番、ファックス零0 5 5 8 8 5 1 0 1 5番です。以上、地産地消レシピのコーナーでした。今度は、今月のプレゼントです。正解者の中から抽選で20人の方に、2品のマイカ、加工品セット、冷凍をお送りします。それでは問題です。 今年行われる国勢調査は5年に一度実施される日本で最も重要な統計調査。回答は簡単便利なインターネットがおすすめです。さて、国勢調査の対象はいつ時点に日本国内に住むすべての人と世帯でしょうかヒントは今月号の表紙の項目にあります。1番8月30日2番9月14日3番10月1日今月のプレゼント 西名のマイカ加工品セットの販売事業者は、伊豆漁業協同組合、西名直売所、電話0558-52-0018番、ファックス0558-52-0491番です。応募方法です。クイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、こちらは任意。 職業、電話番号を記入したはがき、E メール、またはインターネット版県民だよりの入力フォームでご応募ください。プレゼント、応募入力フォームは、墨字版県民だよりの今月のプレゼントに掲載の QR コードからもアクセスできます。今月号の感想やご意見なども、ぜひお書き添えください。感想はみんなの広場でご紹介する場合があります。匿名を希望される方は、匿名希望と明記ください。 個人情報は商品の発送と読者層の調査のために使用します。応募先です。はがきの場合は郵便番号420-8691静岡中央郵便局支所箱第1号県民だよりクイズ係まで。e メールの場合は qiz.pref.shizuoka.lg.jp までどうぞ。 応募期限は9月14日月曜日筆着です。当選者には9月末までに直接通知します。8月号の答えは1番の70でした。応募総数1648通、正解数1619通の中から40人の方にご希望の商品をお送りします。以上、今月のプレゼントでした。 次は皆さんからのお便りをご紹介するみんなの広場です。接触確認アプリココアをインストールしました。自分の行動に責任を持ち、自分と家族を守ります。浜松市東区金原さん。駿河湾フェリーいいですね。県民だより8月号を見たらたくさんの人が利用すると思います。隣の芝生は青いというように他県がよく見えるものですが、 県内の素晴らしさを満喫しなきゃ。富士宮市鈴木さん。家庭菜園のオクラを使ってレシピに忠実にとろろそうめんを作ってみました。とても美味しく見た目も綺麗で目もお腹も満足です。島田市寺川さん。編集部から8月17日に浜松市で国内最高気温に並ぶ41.1度を観測。今年の夏も暑かった。 と、振り返りに入りたいところですが、油断は大敵です。しばらくはこまめな水分補給や、室温調整などで熱中症対策を続けてください。食欲の秋に向けて、体調管理も万全にしましょう。以上、みんなの広場でした。続いて、お役立ち情報です。心の電話、電話相談、かも下田。 電話055823の5560番。東部沼津、電話055922の5562番。中部静岡、電話054285の5560番。西部岩田、電話053837の5560番。受付は月曜日から金曜日の午前8時半から11時45分までと、午後1時から4時半までです。 ハロー電話ともしび、教育相談。沼津、電話055-931-8686番。静岡、電話054-289-8686番。掛川、電話0537-24-8686番。浜松、電話053-471-8686番。受付は、土日祝日、年末年始を除く毎日、午前9時から午後5時までです。 県民相談、かも下田、電話055824-2199番、東部沼津、電話055951-8205番、中部静岡、電話054-202-6008番、西部浜松、電話053-453-2199番です。消費生活相談、かも下田、電話0558-2199番、 24-2299番。東部沼津電話055-952-2299番。中部静岡電話054-202-6006番。西部浜松電話053-452-2299番。県民相談、消費生活相談、いずれも受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで。 ただし、カモは午前9時から正午までと午後1時から3時までです。子供家庭百当番、カモ下田、電話055823の4152番、東部沼津、電話055924の4152番、中部静岡、電話054273の4152番、西部浜松、電話053458の4152番、 受付は祝日、年末年始を除く毎日、午前9時から午後8時、土曜日、日曜日は午後5時までです。女性の悩み相談、かも下田、電話055823の7879番、東部沼津、電話055925の7879番、中部静岡、電話054272の7879番、 西部、浜松、電話053-456-7879番。受付は平日午前9時から午後4時。ただし水曜日は午後2時から8時。また、第2土曜日の午後1時から6時です。県民サービスセンター、行政資料、統計資料の提供。電話054-221-2237番です。県庁案内。 電話054-221-2455番です。DV 相談、女性相談センター、電話054-286-9217番。受付は祝日年末年始を除く毎日、午前9時から午後8時まで。また、次のところでも受付ます。かも下田、電話0558-22-9217番。東部沼津、 電話055-926-9217番。中部藤枝。電話054-644-9217番。西部岩田。電話0538-33-9217番。以上4箇所の受付は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。性暴力相談。空。電話054-255-8710番。 24時間365日受け付けます。休日夜間の当番医情報。静岡県救急医療情報センター。フリーダイヤル0800-222-1199番。24時間受け付けます。静岡子ども救急電話相談。電話はシャー #8000 番。または054-247-9910番。 受付は平日午後6時から翌朝8時、土曜日は午後1時から翌朝8時、休日は午前8時から翌朝8時です。労働相談、各県民生活センターで行っています。フリーダイヤル0 1 2 0の3 9 6 1 0番、固定電話のみです。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。認知症コールセンター、 電話0545-64-9042番。受付は祝日年末年始を除く月曜日、木曜日、土曜日の午前10時から午後3時です。多言語対応相談窓口。静岡県多文化共生総合相談センターカメリア。電話054-204-2000番。 受付は土日祝日年末年始を除く午前10時から午後4時、e メール sir, 数字の07、アットマーク、sir.or.jp です。以上、お役立ち情報でした。変わりまして、静岡県資格障害者情報支援センター新館案内です。まず、パソコン転訳図書を 図書の分類ごとに、署名、関数、著者名の順にご紹介します。こちらはフロッピーでの貸し出しもできます。早期、ファクトフルネス、八巻、ハンス・ロスリング。歴史、今川義元、知られざる実像、三巻、小和田哲夫。社会科学、食の実験場アメリカ、五巻、鈴木徹。芸術、林原恵の会いたくて会いたくて、ファイナルシーズン。 二巻、林原めぐみ。日本文学、ドクターホワイト。二、神の診断。五巻、木林慎。合わ坂つまお、引退公演、手妻編。六巻。合わ坂つまお、つなぐまり、上江市立の水ら江町。五、五巻、血のみさき。外国文学、イレーナ、永遠の地。九巻。 マリア・ v スナイダー。次に、デイジー録音図書です。図書の分類ごとに、署名、録音時間、著者名の順にご紹介します。ご紹介するデイジー録音図書の CD の枚数は、すべて1枚です。哲学、うまくいっている人の愛し方、3時間13分。ジェリー・ミン・チントン。歴史、世界史を作ったライバルたち、上12時間40分。 アレクシス・ブレゼ。社会科学・レシピで味わう世界の食文化。6時間37分、石毛直道。日本文学、女流・砲弾。16時間10分、イルメラ・ヒジア・キルシュネ・ライト。サラザンマイ・ゲ。4時間16分、イクハラ・クニヒコ。オタクと家電は使いよう。4時間16分、田中静人 以上です。利用申し込みは、静岡市青井区駿府町1-70、静岡県視覚障害者情報支援センターへどうぞ。電話054-253-0228番、ファックス零0 5 4 2 5 0 0 7 6 6番です。静岡県視覚障害者情報支援センターの新館案内でした。 おしまいは情報広場です。県ホームページの情報広場コーナーでも、催しなどの情報を公開しています。ここでご紹介していない情報もあります。費用をお伝えしないものは原則無料です。郵便番号だけのものは、所在地なしで届きます。新型コロナウイルス感染症の影響により、変更の可能性があります。最新情報は各ホームページ、問い合わせ先に確認をお願いします。 試験です。浜松技術専門校。明日か職業訓練校。令和3年度入校専攻。1、浜松技術専門校。募集課は、機械技術課、定員20人。建築課、定員10人。新設の設備技術課、定員10人。いずれも試験日は9月11日金曜日。受付9月8日火曜日まで、必着。対象は、おおむね30歳以下の方。 願書は浜松技術専門校で配布します。申し込み方法、住所、氏名、電話番号を電話で浜松技術専門校へお知らせください。電話連絡後に願書を郵送します。会場、お申し込み、お問い合わせは浜松技術専門校、郵便番号435-0056浜松市 東区小池町2444-1電話053-462-5602番です。ファックスは053-462-5604番です。2明日課職業訓練校募集課はコンピュータ課定員10人生産サービス課定員40人いずれも試験日は10月8日木曜日 受付は9月11日金曜日まで必着です。対象、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方、交付申請中の方、願書はハローワーク、各市町障害福祉担当課、明日か職業訓練校で配布します。申し込み方法、管轄のハローワークで職業相談を受けた後、 応募書類を郵送、持参で、あしたか職業訓練校へ。会場、申し込み、お問い合わせ先、あしたか職業訓練校。郵便番号410-0301。沼津市宮本5-2。電話055-924-4380番。ファックス055-924-7758番です。県立病院職員、有機雇用採用試験。1。 県立総合病院看護助手。2、県立総合病院一般事務職員。医療事務職員、診療情報管理室。試験日は9月25日金曜日。会場は県立総合病院。受付は9月18日金曜日まで、必着です。3、県立心の医療センター看護職員。試験日、書類受付後、1週間以内に応募者宛てに通知。 会場、県立心の医療センター、受付は随時。いずれも、申し込み方法、履歴書、職務経歴書郵送、持参で。1と2は書類選考があります。お申し込み、お問い合わせ先。1、2、もに、郵便番号420-8527、県立総合病院総務課、電話054-247-6111番。 ファックス054-247-6140番。3は、郵便番号420-0949、静岡市青池4丁目1-1、県立心の医療センター看護部、電話054-271-1135番、ファックス054-251-6584番です。県立静岡癌センター、看護職員採用試験。 令和3年4月採用、基礎通試験日は10月2日金曜日、3日土曜日のいずれか1日。対象は昭和36年4月2日以降生まれで看護師免許を有する方。受付は9月23日水曜日まで、決心有効です。受験申込書は県立がんセンターホームページ、県総合庁舎で配布します。 申し込み方法、受験申し込み書などを郵送、持参で、会場の郵便番号411-8777、県立静岡癌センター総務課へ電話055-989-5743番、ファックス055-989-5783番です。県立漁業高等学園、令和3年度生徒募集、英語入試、 漁師になるための技術や知識を身につけます。全両1年生の学校です。試験日は10月17日土曜日。対象、見込みを含む高等学校卒業以上で、令和3年4月1日現在、18歳以上、30歳以下の心身ともに健康な県内の漁業に就業する医師のある方。定員は20人、先行。 受付は9月23日水曜日から10月9日金曜日、決心有効です。申し込み方法、入学願書を郵送、持参で、会場の郵便番号425-0033、八重津市小川3747-2、県立漁業高等学園へ。電話054-627-0219番、ファックス054-626-1056番です。 職業訓練指導員試験。公共職業能力開発施設や認定職業訓練校での指導員に必要な免許。試験日は11月6日金曜日。会場は県庁。対象は受験資格を有し、実技試験と関連学科の全部が免除される方。受付9月10日木曜日から10月1日木曜日、決心有効です。 費用は受験料3100円、県収入証紙、申し込み方法、県ホームページで配布する申し込み書など、必要書類を郵送、簡易書き留め、持参で、郵便番号420-8601、県職業能力開発会、電話054-221-2823番、FAX054-271-1979 番です。 危険物取扱者試験。区分ごとに試験日と会場をお伝えします。第2回、試験日は11月7日土曜日、会場は沼津、静岡の各市内。第3回、試験日は11月8日日曜日、会場は下田、御殿場、富士宮、島田、掛川、岩田、浜松の各市内。いずれも、受付、 書面申請は9月10日木曜日まで化身有効。電子申請は9月7日月曜日まで。費用。講種は6600円。おつ種は4600円。兵種は3700円。申し込み方法。各市町消防本部予防課などで配布する願書を郵送、持参。消防試験研究センターホームページ、電子申請で。 申し込みお問い合わせ先。郵便番号420-0034。静岡市青井区時和町14-11杉徳ビル4階。消防試験研究センター。静岡県支部。電話054-271-7140番。ファックス054-271-7284番です。募集です。第21回。 熟年メッセージ大会。次世代に伝えたいこと。私の人生経験など、自由なテーマでメッセージを募集。対象、県内在住の自分を熟年だと思う方。年齢制限はありません。グループ、2人から5人や、日本語を話せる外国人も応募可能です。受付、10月20日火曜日まで、決心有効です。申し込み方法、静岡健康長寿財団。 ホームページで配布する応募票と作品を郵送で郵便番号420-0856静岡市青井区駿府町1番70号静岡健康長寿財団へ電話054-253-4221番ファックス054-253-4222番です第24回健こやか長寿祭美術展 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の6部門で出品作品を募集。全作品を令和3年1月22日から31日に県立美術館で展示予定です。対象は県内在住で昭和37年4月1日以前に生まれたアマチュアの方。受付11月20日金曜日まで化身有効です。費用は出品料2000円。 申し込み方法など詳しくは静岡健康長寿財団電話054-253-4221番へどうぞ以上情報広場でしたこれで今回の内容はすべておしまいですいかがでしたでしょうか今回のアナウンスは眞野ももこでお送りいたしましたそれではまた次回までごきげん